どうも山です前回あの本の話をしましたね「コミュニティデザインの必読書20」みたいな本を作ってみたくなりましたっていうで、まあ、それをどこのね出版社から出すのがいいのかななんて話をしていてそういえば出版社についての話を YouTube でしてなかったなっていうふうに思いました。 うん僕が大学の頃かな多分学生時代だと思いますがなんか先輩だったか先生だったか自分よりなんか偉い人から聞いた話として、えっと、日本のメディアは9割が東京に集まってるって聞いたことがあるんですよ。でまあ僕は関西の大学に通ってましたので えー、何の話だっったたか忘れちゃったんですけどね建築家とかあそうかもしれないな,なんだかこう有名建築家ってやっぱ東京に多いっすよねっていうの話をしてた頃だったと思うんですよねすごい有名な建築家は東京にいっぱいいるとで多分建築家だけじゃなくて僕らランドスケープデザインの学んでましたけれどもランドスケープデザイナーもなんかこう有名な人とか本を出したりする人とかは東京に多いと。 で他の分野もきっとそうなんだろうアーティストとかでも有名な人はやっぱり東京にいるし、えー、あるいは、えーとまあ、芸能人の方々もそうかもしれないですねテレビによく登場したりするような人たちも東京在住の人が多いし、えー、他の分野もそうなんじゃないですかね。 当時はそういうことはあんま考えたことなかったですけど今考えれば経済学者で有名な人は東京にいるしえー、っと何だろうほかの分野でもそうですねいろいろそれこそ介護や福祉で有名な人を東京にいるなんかそういうイメージがありますね。で多分僕はだから大学生ぐらいの時に、うん、とそんなことを言ってたんだと思うんですよね。結局なんか優秀ななな人みんな東京行くのかなとかと うんなんか大阪に行っちゃだめなのかなみたいなことを話してたんじゃないかと思うんですよねそんな文脈だったと思うんですがその時に先輩なのか先生なのか、えー、どなたかがあの日本のメディアの9割は東京にいるあるんだよっていうようなことを教えてくれたんですよね当時あんまりピンときてなかったのかもしれないけどでも覚えてるってことは何らかの自分の中の印象があったんだと思うんですねなるほどって腑に落ちた点があったんだと思うんですよ、えっと、それは うんとつまり東京にメディアが9割あるってうことはです、ね、そういうメディアっていうのはつまり当時で言えば当時インターネットってそんなに、えー、Windows95 が出る前だったので、えー、そんなに、えー、盛んではなかったんですが当時でいうとテレビですねねまずねテレビがあ圧倒的に影響力が大きいしそれからあの、まあ、新聞社ですねそれからあの雑誌、えー、書籍 まあこういうものに乗っかって、えー、と情報がいくわけですけれどもそういうもののテレビ局だったりとか出版社だったりとか、えー、こういうものの9割以上が東京に集まってるんだという話を聞いてで残り1割の中を関西は結構あるのかもしれないですね関西が入ってて、えー、あとは、えー、他の地域にいっぱいいろいろあるということになるんだろうけど9割東京なんじゃなって思った覚えがありますね。 でそれであのおつまり取材に行くとかですね、えー、何かその依頼するとかっていうふうに言う時に、えー、打ち合わせをしながら物事を作っていったりするっていうようなことも含めて、えっと、東京の人と一緒にやるのがいいわけですよね9割東京にメディアがあるならあまあそうこうやってスカイプとか YouTube とかある時代はまた別なんでしょうけれどもあの当時やっぱり一緒に著者と本を作っていこうと例えば思えば、えっと、手紙を出して 書きませんかって言ったりあるいはメールってものがなかったわけだから電話電話番号なんとかかと取り付けて電話してで打ち合わせを電話でやったり、えー、その著者の家まで行ってご挨拶したりあるいは著者が出版社まで行って打ち合わせをしたりということを考えると東京にいれば東京の出版社がめちゃくちゃいっぱいあるわけですから仕事がしやすかったわけでしょうね。 そうするとそこの東京にいる人たちが結構いいこと言っている人たちがどんどん本を出していくってことになっていく本出た人がいるよって言ってテレビ局が取材に行くとかねなんかこう話を聞きたいと思った時にあの本を書いた人の中からコメンテーターみたいな人たちを呼んだりするってことになれば、えっと、東京の人たちがテレビに出やすくなる、まあ、そもそもテレビ局まで行けるっていう意味ではあ東京の人の方がいいでしょうねそれからテレビは番組作るために取材っていうのに行くんですけれども 取材費っていうのが年々下がっていくということになると、えっと、バブルとか景気のいい時には海外まで取材に行ったりもできたわけでしょうし日本のどこかにすっごい面白いことやってるっていう人がいれば出張引っ掛けてそこまで行って取材して番組作るってこともできたんでしょうけどあの徐々にそういうお金が広告があまり入ってこないということになってくるとそういうお金はあんまり使えない。 ととなると近場ですね、えー、東京で芸能人の方がいて東京の郊外へ行ってあるいは千葉埼玉あ,あるいはもうちょっと遠いところだったとしてもおまた例えば横浜とかに行って何かあ取材をして、えー、番組作ってきちゃうっていうようなことをやる。でやるっていうのが 関東圏内だけで放映されるローカル番組であればあ全国はあまり影響はないんだろうけれどもあの全国放送のものも東京で作ってるってことになるのでたまたま東京があに集まってるからですねその情報が東京にどんどんあ全国にどんどん行くということになるとメディアの9割が東京に集まってるっていうことになると結局その有名な人は東京にたくさんいるっていうのは正解のようで不正解なんですよね。 えー、メディアの9割が東京に集まっているから、えっと、東京で活動している人たちを有名にしているっていうことなんだと思うっていうあのそんな理解になりました僕の若かりし頃ですね、えー、大学生ぐらいの山崎亮はですねあの浅はかですから考えてることがなんか東京の人ってやっぱ優秀なのかなっていうのが最初でしたね。でその 先輩に先生に言われてあ違うのかとメディアは東京にいる人を有名にしてるんだって思ったんですね。でその後ひねくれた考え方になった山崎は、うん、ということは有名な人っていうのは優秀な人っていうわけでもないのかって思うようになってきたっていうことをですねだいぶいろいろひまがっててますね僕はねえ。なので有名だから優秀ってわけじゃないとあではなくて。 えーまあまあ、もちろん優秀なのは優秀かもしれないだけど同じ優秀さの人は全国各地にいるんだろうけれどもその全国各地同じ優秀さなんだったら、えっと、近いところの人を取材するとか近い人に書いてもらうとか近い人と発信するって言って番組作ったり本を作ったり雑誌で取材したりしてでその優秀な人の活動を皆さんにご紹介する。 そうするとああなるほどそういう活動があるのねってみんなは活動の内容を知ればいいんですけれどもあの人がそういう活動をやってるっていう人とセットで覚えることになるのでそうすると全国的に東京にいる人たちがそういう活動をやっているということになるんでああなるほどあの人たちはすごいっていうことになっていってでそれぞれ東京以外の地域に住んでらっしゃる方々は、えー、テレビを見る雑誌を読む本を読む新聞を読む東京の人が結構たくさん出てくる。 やっぱ東京はすごいな東京はすごい優秀な人が集まってんだなって思っちゃうんでしょうねでもあなたの町で同じ分野で同じぐらい優秀なことをやっている人はいるはずなんですね。あなたたがが住んでいいる街に日本ののメディアの9割が集まっていた場合 ほとんどその町の人が取材されてその町の人がから情報が発信されていくっていうことになって、えー、東京っていうところがもし仮にあったとしてもそういう東京っていう町にはメディアの9割がないので、えー、そこの人たちが取り上げられることはあんまりないっていうことですね。そんなことなんだなっていうふうにひのちょっとひねくれて考えていたことがありますね。 ただその後インターネット等が出てきて、えっ、ー、と、ちょっとだけ相対化されましたね。そうやって、えっ、ー、と、YouTube で発信できるようになってきたということは、面白い人があの、いわゆる関東から発信してない人が出てくる、関西から出てくる場合もあるし、えー、北海道から面白い人が出てくるっていうのもあるし、出てくるっていうのは別に東京に来るわけじゃなくて、あの、そこから発信してるってことですね。そこに住みながら、そこで暮らしながら発信できるっていう風になってきた。あのブログだったりとかもそうでしょうけどね。 でするとちょっと、えっと、東京だけじゃないね面白い人いるのはっていう感じになってくるだからなんか最近いろんな地域で面白いことやってる人たちが増えてきたよねっていうような言い方になるのかもしれないんですがそうじゃないもともといたんですね全国各地にもともといたとただ、えっと、メディアの9割が東京に集まっていたって言っていたもののメディアの種類が増えて えっと、YouTube なんていうメディアが出てきてブログなんていうメ,メディアが出てきて FacebookTwitterInstagram っていうメディアが登場したので、えー、ここから発信する人たちは必ずしも東京を経由しなくてもいいとインスタ写真撮ってアップするっていうのは全国どこにいてもできるわけですから超絶有名なインスタグラマーが東京に住んでなきゃいけないっていう理由がないっていうことになったんでしょうね。これでもうあのいろんなところから情報が発信されるようになったということで若干ですけど。 あの優秀な人がが東京に集まっているというイメージが、まあ、少しこう緩んだなあという印象がありますだから今の若い人たちからすれば何も東京に憧れて東京に出ていかないと自分は優秀になれないと思う必要はもうなくなってきてるだろうしそれからその東京に出ていけば優秀な人に会えるかもっていうふうに思う気持ちもかつてよりは緩くなってるんでしょうね。 東京以外にも優秀な人はいいるんだっていう認識もう最初からその認識ですね生まれた時からインターネットがあってスマホがあるっていう人たちであれば別に東京行く必要なくねっていうことにはなってるだろうと思いますねなってるだろうと思うし実例がうちに2人いますけどねうちの息子たちは2人ともあの全然そういう東京に何かがあると思ってないっていうか。 あの自分が好きなユーチューバーだったりとかインスタグラムとかやってる人だったりとかを見ても別にその人は東京かどうかとかはあんまり考えたことはないみたいですね。で実際にはあの東京じゃないところで撮影してる人たちだっていっぱいいるってことも分かっているようであのその人がどこに住んでどこで活動しているかっていうことはあまり気にしてないというのが素直なところなあようです。だからまあ うん、東京に人が集まるっていうようなことがどれぐらい続くかはわからないんですけれども一方ではちょっと別に東京じゃなくたって全然大丈夫だけどなっていうふうに思う人たちが増えてきてその要因としてはそのメディアの9割が集まって発信していたっていうようなことではないタイプの新しいタイプのメディアがいっぱい増えて相対化されたっていうのがあ一つあの関係してるのかなっていうふうには思います。 で、えっと、その上でただしですねやっぱりまだ今のところ、えっと、すごく力とか影響力が強いのがあのテレビとかあ、まあ、本を書いたっていうと「おお」っていうふうに言われるようなものであり「おめでとうございます」ってねあの本書いて出版すると。 初めての著書が出ましたって言うとみんながおめでとうございますって SNS に書くっていうそういう意味ではその人は前から SNS 書いてるわけですよ SNS で書いた時にみんなおめでとうございますって言わないですね Facebook 始めましたおめでとうございますってここはならなかったんだけれどもその始めた Facebook の3年か4年後ぐらいに本がついに出ますって言うと大体みんなおめでとうございますって言うという意味では Facebook と本というのは重みづけがちょっと違ってるってことですね権威というかですね影響力というかそれが 違ってるあのそれがいいことかどうかは別として、えー、みんなそう思ってるっていうことだと思いますねで今でもテレビに出たっていうとですねあの、まあ、特に東京以外の地域では「すごいね」っていう言葉になるんですよねテレビに出ると「すごいね」っていうことになるわけですね別段何かすごいことをしたわけではないたまたま歩いていて、えっと、取材をされて「今年は阪神優勝しそうですけどどうですか?」っていうふうに言われた時に いやー、優勝してほしいっすね。今年こそは阪神。僕もう何十年も待ってますから。って言ってアンケートに答えた。それがオンエアされると、テレビで。山崎さん、すごいね。テレビ出たんだって話になるわけですね。いや、別になんかすごいことやったわけじゃないけど、テレビ出たしなー、みたいな、えー、いうことになるっていう。テレビってすごいですよね。その影響力や。すごいって。 ですだからえメディアの9割があ東京に集まっているものが相対化されてみんなが情報を発信できるようになったとはいええっとみんなが発信できるようになっちゃったので編集がそこに入ってないから、えー、ブログを勝手に書いてる YouTube を勝手にアップしているインスタで勝手に写真アップしているそれはそれ。だけど テレビ局だったりとか出版社はやっぱりそこの間に編集が入っているので、えっと、誰の情報を出すかっていうある種の取捨選択が行われているのでその取捨選択の中を通り抜けて出たっていうある種の信頼感や、えー、権威づけのようなものっていうのが生まれてるんでしょうね。で生まれているタイプのメディア。 ですね、あのそういうタイプのメディアはいまだにやっぱり9割近く東京にあるわけですからああの東京を憧れる人が少なくなったとは言いましたがそれはあの95年より前に比べればですね95年より前はみんな東京を憧れてたわけですけれどもみんなっていうのはおかしいかかなりの人たちが、えー、と9割のメディアが東京から来るので東京はすげえとこだっていうふうに思えたんですけれどもそうじゃないかもよって いうのが全国で有名インスタグラマーとか YouTuber とかが全国から出てくると「東京じゃなくてもいいかも」って思うようにはなった思うようにはなったんだけどでもやっぱりすごいって思うのは何かっていうとテレビとかうん本とかですねあのこんなものでありあのそれを作っているのが東京にいてその近くでますます今広告費が入らなくなってきてますからますます今テレビはすっごい近いところでロケあり。 であ,あとはあれです自分のテレビ局の番組の宣伝のための番組を作り回し枠を埋めてで、えっと、広告料が入ってきたところはなんとか、えー、ちょっとは取材に行くんだけどスタジオから外に飛び出すんだけれどもそうでない場合はほとんどスタジオの中でできるような番組を作りというようなことをやってると結局東京近場の人たちがやはりテレビには出演してるっていうことになっていっているんでしょうね。 まあ、テレビがこのコロナ禍を経ていろいろとオンラインでテレビ出演することが増えてきましたからそうなってくるとまた東京に住んでいない人がテレビを通じて全国に出ていくっていうことにもなりますからこれは少し東京っていう土地に対する見え方をもう一度変えていくことになるかもしれないですけどねまあでもいずれにしてもやはり今でも、うん、扱われる人たちは 東京や関東に住んででいいる人たちが多いでしょうねやっぱりやりやすいですよね打ち合わせしましょうにしたってねすぐ近くにいてくれるってことはやりやすいんでしょうからあーまあそれをもって多分、うん、とデビューの可能性が広がるっていう意味ではあ東京に出ていきたいって、まあ、思う人がまだ今もいるでしょうねまだ今もっていうのは遅れてるっていう響きが含まれちゃうかもしれないんであんまり良くないか。ただ 別に遅れてるとか進んでるとかいうことではなく95年より前のメディア9割が揃っていてそのほかにはもう情報を発信する術がなかった時代とそれから9割のメディアは東京にいたんだけれどもそれ以外の発信をたくさん生み出した時代ででも重要な影響力の強いメディアがまだ東京にあるという時代。 で,でも若い人たちはテレビ見てないという時代本も読まなくなっちゃったという時代に若い人たちにとっては、えっと、そうじゃないメディアの方が相対的に自分たちにとっては重要性が高まってきたという時代でだからこそ東京に憧れるっていう若手が少なくなってきているんではないかという想像ですね。でこの辺でとはいえやっぱテレビってすごいなとかですね えというようなことをちょっとこう思ったりテレビはもう見てる人少ないでしょうって言いながらテレビに出ると SNS 上に「出てたねすごいね」っていう話がコメントがつくっていうこれはテレビ見てる人いないだろうって言ってたのに結構見てるし、えっと、見かけるとやっぱりこうやってコメントしたくなるんだなっていうようなことを考えさせられることになりますね。 でちなみにあの一番最初の話に戻ると僕が学生時代に有名な建築家とか有名なアーティストとかみんな東京にすげえいっぱいいるよねっていう話をしている時に「いや違うんだそれはたまたまメディアの9割が東京にいるだけなんだよ」っていうふうに言ってくれた方の話を聞きながらもう一方の頭では、えっと、安藤忠雄さんという建築家がずっと関西に住んだままそれでも有名建築家になっていたりメディアに登場したりするのを見て。 ななんだかかあのの人ははすごいのではないかといいでとううふうに思いましたねそれは、えっと、メディアに出てるからすごいという話を一回吹っ飛ばさなきゃいけなかったはずなのにです、ね、あの有有名優秀だから有名なわけじゃないよっていうふうに自分の頭の中でひねくれて考えたんですよ。ひねくれて考えたんだけどえでも要する東京に近場に建築家がいっぱいいるわけですよね。東京にち 近いところに建築家はいっぱいいて、もちろんそういう人たちがテレビにいっぱい登場するわけですね。登場するんだけれども、えっとその中において大阪からわざわざ呼ばれたり、大阪までわざわざ取材に来たりしてテレビに登場する人って、なんかこうすげえんじゃないかなって逆に思ったっていうのがありますね。なんかうん、ちょっと憧れましたね。やっぱりね、あの建築の中身とかっていうことよじゃなく。 そのちょっとワンランク上じゃねえかと思ったっていうか何て言えばいいんだろうなその近いから取材してるんじゃない感じがしたんですよねその安藤忠夫さんについてはメディアの9割が東京にいるのにもかかわらず大阪まで取材に来てると大体いい安藤さんは自分の事務所で取材を受けてるんですいつもなんか背景が自分の事務所ですから。 これって結局写真を撮りに行く人もねテレビを撮影しに行く人も大阪まで行ってんだよなっていうなんかすごいなとは思いましたねで安藤さんって実はそういうところをよく考えてらっしゃる方でもあるみたいですね後々本を読んだりとかするといろいろとあの事務所が新大阪の近くにあることとかですねそんなこともやっぱり自分が出張に行きやすいのとそれから取材を受けやすいというようなこととかもいややっぱりよく考えてる人ではあるなと思います で,でもだったとしてもわざわざ東京から取材に行きたいだって新幹線乗ったら1万4000円ぐらいかかるわけでしょ取材する人もねしかもカメラマンも含めてですからそんな人たちが移動するとかあるいは、まあ、ライターさんとかディレクターの人だけ来て関西のカメラマンを例えば使ってるのかもしれないんだけれども、まあ、いずれにしてもそうやって全国規模の人たちがあ新大阪までやってきて、えー、そこから安藤さんの事務所に行って、えー、取材をすると。 いうことっていうのは、うん、なんか東京の近場で済ませておこうというふうな取材対象とは全然違う、何かこう魅力なのか、力なのかを持っていて、あの安藤忠雄さんという人は、だからだと有名だから、有名だけど優秀じゃない人ではないような気がしたんですね。まどろっこしい言い方ですけど、えー、と優秀って、 優秀だからちゃんと取材されて有名になっている人なんじゃないかなというふうに思いましたね。そのその優秀っていうくくりが、えっと、メディアがちゃんとその評価してるかどうかは分かんないですよ。あの評価っていうのは中身まできっちり分かってるかどうかは別です。ただあのメディアの方々からしてみてよほど優秀と思えるから取材にわざわざ来るっていうことなんだろうなとは思いました。だかからちょっとなんかね えー、勇気が湧きましたねもちろんその一位学生の僕が安藤忠雄さんのようになれるとは全く思ってなかったですよただあの関西においてそういう人がいるんだっていうのはなんかこう勇気が湧いてきましたね、えー、かん東京に行かなきゃダメだっていう話がないんだなっていうあそうかそれはすげえなって言ってでむしむしろお 東京の人たちがわざわざ取材に来るという人になるっていうのはなんかすげえことのような気がしたなというあのそんな話でしたね。<laughs> ということで、えーまあ、メディアのお話ですねメディアの9割今もそういうマスメディアっていう風に切り取るとどうでしょう9割近くいるんじゃないですかやっぱり。 あの東京以外の地域でやっていてもなかなかこの持たないみたいな時代にますます今入ってきてるかもしれませんからいいか悪いかは別としてやはり東京でないともう持たないという状態になってるでしょうね。それがその世に言われるようにテレビ局はもうおわこんだテレビはおわこんだとかテレビではもうやっていけないとか、ね、出版社も青色吐息であるとかいうことがどこまで本当なのかどうなのか僕はちょっと実情は分かんないです。分かんないですけど 東京のテレビ局や出版社でさえそう言われてるってことはその要するに人とか金とか物が集まるあのあの拠点でもそうだということは東京以外の地域でそれを続けていこうっていうのは相当難しいことなのではないかなという気がしますね。東京以外の地域で進という気がしますね。という気がしますね。思いますね。応援したいなあそのことについてちょっと次に話ししようかなと お最近なんか 2, 2回続くことが多いですね喋りたいことが多すぎて2回にわたるってことが多いんですがうんちょっと次はじゃあ出版社にちょっと焦点を当てて東京以外の地域あむしろ関西ですね僕がいる地域でっていう兵庫県とか大阪とか京都とか京阪神って言いますけどそこについての話をちょっと続けてみたいと思いますとりあえず今日はここでどうもありがとうございました